テイルズ・オブ・シリーズ25周年記念タイトルであるテイルズ・オブ・アライズ、本作のテーマは継承と進化です。テイルズ・オブ・シリーズ25年間の歩みを振り返ると、歴代キャラクターたちがその生を通して伝えてくれた数々の物語、そこに込められた思いの厚さは時代を超えて輝き続けています。テイルズ・オブ・シリーズが灯してきた炎をより広い地域のより多くの人々に届けたい。歴代シリーズの思い、その炎をどのように受け継ぎ進化させれば、より多くの人々にその熱さを感じていただけるのか。そのためには我々もかなりの冒険が必要になるだろうと、そう考えながら開発を進めていきました。まずテイルズ・オブの良さを今の時代に伝えるには、キャラクターたちの紡ぐ物語にもっと深く没入できる、そのためのアートが必要と考えました。それを実現できるのは、歴代のタイトルにアートディレクション、そしてキャラクターデザイン両方で関わってきた岩本さんしかいない、そう考えたんです。なかなか覚悟のいる挑戦になりました。シリーズの良さ、魅力である絵作りを継承し、さらに進化させるために、キャラクターと世界が一緒になって実在していると感じられる一体感や実在感というポイントを考えました。そこから例えば世界で起こっているような問題、キャラクターたちの生活や立場、どのようにして戦うのか、仲間と打ち解けた時どのような笑顔を見せてくれるんだろうとか、いろいろ考えてきました。絵画のような印象的なタッチに移ろう光や空気感、さらにはキャラクターの息遣いまでが調和した、そういった表現、これを目指すために開発したのがアトモスシェーダーです。これまでのシリーズ作品でもハードをまたぐような瞬間では大きなビジュアルの進化の挑戦を行ってきました。アトモスシェーダーもその挑戦の一つで、5年かけて開発改良してきました。その見栄えに合わせてキャラクターの動きや表情も統一感が出るように挑戦しているんです。本作で目指した継承と進化は表面的な見た目に限った話ではなく、全体で実現しています。ビジュアル面はもちろん、さまざまな切り口でこれからもテイルズ・オブ・アライズが目指す継承と進化の思いをお伝えしていきます。どうぞ発売まで楽しみにお待ちください。